米ドルから円への為替振り替え方法。米国株を売却後、米ドルを日本円に戻す場合は、国内約定日から数えて2営業日目の15時以降にドルから円へ為替振り替えを行います。国内約定日とは、現地で売買が成立した日、現地約定日の翌国内営業日のことを指します。国内約定日から数えて3営業日目の14時30分までに円への為替振り替え注文をした場合、その日の15時に円への振り替えが完了します。今回は米国株売却後、円への振り替えのタイミングが来た際の操作方法をご説明します。外国株取引サイトログイン後に表示される外国株取引画面上部メニューの振り替えボタンをクリックします。4つの振り替えボタンが表示されます。右上の外貨預かり金を円貨へ振り替えボタンをクリックします。振り替え金額の欄に振り替えしたい金額を米ドルで入力し、振り替えボタンをクリックします。確認画面が表示されます。間違いがなければ実行ボタンをクリックします。これで米ドルから日本円への振り替えは完了です。14時30分までに振り替えを行えば、当日の15時に円価に振り替えされ、日本円を証券総合取引口座に振り替えできます。今振り替えた日本円を証券総合取引口座に移すには、マイページでの操作が必要です。マイページ画面上部メニュー入出金の欄から資金振り替えをクリックします。続いて表示された入出金画面下、外国株取引の振り替え日本円ボタンをクリックします。振り替え指示の外国株取引口座から MRF お預かり金にチェックを入れ、次へボタンをクリックします。振り替え額の欄に振り替えしたい日本円の金額を入力し、次へボタンをクリックします。お客様の設定によっては暗証番号が必要となりますので、暗証番号を入力してください。資金振り替えの確認画面が表示されます。間違いがなければ実行するボタンをクリックします。これで証券総合取引口座への日本円の振り替えは完了です。